はい、どうもミスター X です。今日も世界一簡単な働き方改革ご覧になっていただいて本当にありがとうございます。7月7日七夕ですね。今日めちゃくちゃ動画撮ってるんですけど、先月に、今月の目標を立てたんですけど、先月の中旬6月15日から今月の7月14日までに150本動画を撮って、その150本も5分から10分っていう時間の制限を設けて、そういった動画ですよね、5分から10分の動画を150本アップロードしようという目標を立てました。コミットしたわけですよね。チームでやってますから今コミットをして、で今やってて、だいたいあと1日5本ずつぐらい残りやっていけば150本いくんですけども、やっぱり150じゃなくて200目指したいなと思って、それをですね達成するべく、動画をこうやって撮り、で自分の思うところを、頭を整理しながら、やっぱり頭を整理しながらですねアウトプットしていく、これをやらせていただいております。で、そうですね、今回お伝えしたいのは、今トップバズ塾っていう塾を今運営させていただいてて、で3月からこの塾販売させていただいて、3、4、5、6、4回ですかね、4回販売させていただいて、今8名の方々に、入塾していただいているところであります。で、そんな中、今ですね、7月の1日末から1日、そして上旬ですね、7月上旬にかけて、今トップバズが単価がですね、単価落ちが続出していて、アカウントの1再生あたりの再生単価が通常 0.17 円から 0.2 円なんですけども、それが、今10分の1その10分の1の 0.02 円になっている。で、新しいアカウントを作ってもそこから、単価が上がっていかないという現実があって、結構ですねトップバズやられている方々は、今悩まれているところだっていうふうに、私も実際塾運営してますから、しっかりとそういったリサーチはしてるんですけども、そういうリサーチをしている中で、感じていることを、お話ししたいと思います。じゃあミスター X さん、何を考えてるんですかっていうところなんですけど、トップバズの良さとメリットとデメリットっていうのをここでちょっと整理したいなと思ってます。まずメリットです。メリットからいくと、無料です。トップバズ始めるにあたってお金が一切かからない、1円もかかりません。もちろん通信費はかかりますけど、それ以上にお金はかからないです。お金がかからないにもかかわらず、どういった収益が発生するかというと、今11ヶ月、去年の8月6日から始めましたけども、100万ちょっとですね、100万ちょっとの収益を上げることができてます。仲間3人で合わせると、300万円ですね、近くの売り上げ、実質的に粗利ですね、粗利益、利益純利が、300万近く上がっているというのが現状です。持ち出しがないので入金された分が全部利益になっちゃうんですよね。お金がかからないっていうところがもう最大のメリットです。で、もう一つ言うならば、約1日1時間程度作業をするだけで、月々10万から15万程度の収益が上がるんです。
通常だったらそうですね、30万ぐらい月々稼ぐのに1日8時間から9時間かかるところが、まあ、10万から15万ですけども1日1時間で済むよっていうところですね。まあ、30万とかっていうと、まあ、アカウント管理とかいろいろめんどくさいところが出てくるので、あえて30万っていうのは言わないですけども、10万から15万だったら1日15分1時間程度で、達成が可能という感じですよね。でそこがやっぱりお金がかからないっていうところと、かかる時間、必要になる時間っていうのがすごく短いっていうのが、まあ、最大のメリットの2つだと思います。で、かたやデメリットは何かというと、まあ、やっぱりルールですね。稼ぐにあたってる必要なルールですけども、単価、1回再生あたりの単価はトップバズ側が決めている。これはどうやって決めているのか分かりません。全く分からないですね。まあ、いろんな憶測はあると思いますけど、じゃあその憶測を流している情報を流している方がトップバズの運営者側なんですかっていうところもありますし、まあ、それはなかなかないのではないかなと思います。単価ですね、単価ルール的なところはトップバズが全て握っていると。で、そしてもう一つ言えるのは、ルールの改正ですよね。まあ、一緒です。まあ、単価をつけるルール、収益化する基準、ルール、これ全て、トップバズ側、もちろんお金払う側ですからトップバズ側が全てを決めているというところで、ここはもういかんともしがたい、どうしようもないところなんですよ。これに振り回されるのがクリエイターです。これは意外と、うまくいってる時は何にも思わないんですけど、こうやってですね、単価が落ちて、で新しいアカウントを作ってもなかなか単価が上がっていかない、 0.17 円、 0.2 円に近づいていかないっていうところで、もうトップバズ終わりなんじゃないかっていう憶測までですね、流れるような、状況だと今思いますし、またですね、この単価が上がらない、単価が落ちる、そして新しいアカウントを作っても単価が上がらないという状況が続くと、クリエイターは減っていくのかなというふうに思っています。まあ、ぶっちゃけた話を言うと、今がチャンスかなとも思います。ピンチはチャンスという言葉がありますけども、ピンチでこそチャンスということで、今やめるのか続けるのかで、また将来が変わってくるわけですね。将来が変わってくるということで、まあ、これをどう捉えるかは人それぞれです。まあ、そういった形でですね、今回はトップバズのメリットデメリットについて整理させていただきました。それではですね、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。